皆さん、長くお待たせしております中年オタキです。今日は約束通りね、この EOS 50T の紹介と、この 5D 安物のレンズをつけた 5D と比較して、そのどのぐらいの値打ちがあるのかということをやっていきます。まあその前にチャンネル登録者数が300名を突破いたしました。ありがとうございます。ぶっちゃけな話ね、なんかいきなり1週間で50人ぐらい増えちゃって、ちょっとびっくりしてるんですけども、まあ300人に到達したらね、カメラプレゼントを復活させるっていう約束をしてたんですよ。で急に増えすぎてね、発送費をね確保してないんで、ちょっともう一本後の動画になります。すいません。いや今ちょっと全然お金がないんで、スキーとか行ってるんで、全然子供スキーについてたりしてお金使ってるんで全然お金ないんで、次の動画あたりで発表いたします。まあ今日はねちょっとそのカメラの紹介、まあ写真とかの紹介になっていきます。それではスタートしていきます。今のタイトルの星空はね、この、50D、どっちか分かんなくなっちゃう。50D で撮りました。レンズはこいつでね、ちょっと、広角からちょっと伸ばしてます。その理由がね、ちょっと、周りに光る光源があったんで、どうしても邪魔されるんで、ISO3200、絞り F3.5 開放で、30秒録音してます。このぐらいのね、カメラになってくるとどうにか夜景が撮れるようになってきますね。50D は、キヤノンの映像処理エンジン DIGIC4 を搭載しておりまして、 DIGIC4 あたりからね高感度耐性が急に上がってきます。こいつはね3200、まあ6400でもちょっと見れるかなぐらいのなってきます。で増感すると12800まで上げれるんですけど、12800はちょっと見えたもんじゃないですね。ノイズだらけです。それでね、今日はいろいろと比較していくわけですね。まずはこのレンズね、この EFS1855 と、5D の方は EF2880、 このね2本のレンズ、光学設計もよく似ておりますし、で換算焦点距離が結構近いんですね。で、まあ、同じような画角で同じような距離で同じ絞りで撮るとどうなるかっていうのを、まず、換算距離 28mm ぐらいですね。 28mm ぐらい広角の写真、ちょっとね被写体がね缶コーヒーしかなかったんで、女の子でも撮れりゃいいんですけど、まあトラックで走り回ってて女の子を用意するわけにもいかないんで、まあ被写体は缶コーヒーでかなり寄って開放で撮った写真です。もう見てもらったら分かる通りね、もうね 5D の方が圧倒的に背景がボケてます。特にねその広角ポートレートを撮る場合は断然フルサイズの方がいいです。でそれだけじゃなくてね、その広角レンズがないんですね。APS-C カメラっていうのはね、どうしてもねフランジバックの関係で、そのまあ、フランジバックというかバックフォーカスですけど、レンズが広角に、望遠によってしまうんですね、画角がね。で、18mm でも 29mm 換算、フルサイズ換算 29mm ぐらいしかならない。じゃあ、24mm にしようと思ったら、何 mm ぐらいにしなきゃいけないって言ったら、14mm ぐらいのレンズを買わなきゃいけない。それはちょっと高いんでね。広角を撮りたい人は、やっぱりフルサイズがおすすめ。さらに、広角で背景をぼかしたい人とかは、もう絶対にフルサイズがおすすめになります。次はね、このレンズでの、中望遠域。EFS の方は 55mm、EF の方は 80mm で撮った写真になります。
80ミリ域ぐらいに行くと、まあ、そこまで、差は目立ったの、まあ、ものすごくこれね、あの缶コーヒーに寄ってるんでこういう結果になったかもしれないんですけど、実際はね、あのポートレットで女の子を撮ったりする場合はもうちょっと差が出てきます。やっぱりね、背景ボケが APS-C カメラはかなり弱いってことになってくるんですね。まあそれだけじゃなくてね、階調表現能力とかもやっぱり風彩の方が若干上ではありますが、APS-C とそのちょっと新しい方の、ちょっと新しい方の APS-C 機は古い方のフルサイズと階調表現能力は大差なくはなってきてます。やっぱセンサーの技術の進化ですかね。で、まあここまではその短いレンズ、でやってきました。短いレンズ、標準域レンズを使ったらね、やっぱりね、フルサイズの良さが光るんですね。風景写真もそうですし、ポートレートもそうです。じゃあ、ここ、望遠はどうなのか。まずは、もう一気に写真をズバズバズバッと見てもらいます。遠くにあるね、なんとか物産っていう会社の看板を撮った写真と、あと、水路でね、浮かんでるカモなのかなを撮った写真を比較していきます。はい、今見てもらいましたのはね、5D と 50D にね、このレンズ、これ、EF7200F2.8L ってやつですね。それに、この2倍テレコンをつけて 400mm にして最大望遠で、撮った写真になります。これもう見てもらうと分かる通りね、長さが歴然と変わってきます。もう比較にならないぐらい。やっぱね、キャノンの場合特に 1.6 倍なんで、400mm だともう 640mm になっちゃうんですね。ちょっと手持ちでは苦しいぞっていうぐらいの長いレンズになります。これね、鳥とかね、を撮る人はもう絶対いいです。で、さらにね、この 50D もね、1510万画素。で、この 5D はね、1260万画素で画素数はこっちの方が上なんですね。で、値段はどうかっていうと、まあ、こいつが実税価格3万円を切るところですね。で、50D は1万5000円ぐらいからあるんですよ。で、この価格差を考えても、その鳥の写真を撮りたいとかね、その望遠を積極的に使いたい人はもう絶対に 50D の方がいいと思います。ディジックも上ですし、そうですね、多分オートフォーカスの能力もちょっと上なのかなと思いますね。やっぱ新しいものはね、すごいですよ。半導体のね、進化の速度っていうのは本当にすごいです。そんなわけでね、今回ね、まあぶっちゃけた話言うと、いろんな写真を撮りたかったら両方持つ、のがいいのかもしれないですね。特にね、その超望遠レンズってものすごく高いんで、それがまあこれね、私は中古で10万円ぐらい、今はね、この初代の 70-200F2.8 なんで、7万円前後ぐらいからこのレンズあります。で、テレコンはね、3万円ちょっと切ったぐらいでありますけど、 400mm のレンズがね、まあ今の実で価格だったら10万円ぐらいで買えると。で、その APS-C だったら 640mm になってくるんで、 600mm のレンズって相当高くなるんで、そのフルサイズでこの長さのレンズを揃えようと思ったら、ちょっと金額的にものすごいぞってことになるんで、そのアマチュアでね、そんなにお金がないっていう人が鳥とか狙うときはね、この APS-C のカメラに望遠レンズっていうのはすごく美味しいと思いますよ。そんな感じです。で、50D はね、残念ながら動画は撮れません。5D Mark II は動画撮れるんですよ。で、同じ DJIG 4なのに、その動画が撮れないわけがないっていうんで、ファームウェアを無理やり改造して動画を撮れるようにした人もいるらしいんですけど、なんかすごい熱を持つらしい。まあそういうのはね、さすがにお勧めできないんで、動画を撮りたい人は 60D 以降かな。で、その APS-C のカメラを狙うとすると 60D 以降になると思います。ただ 60D 以降になると、金属ボディじゃなくなるんですね。この 50D は
桁、その APS-C 機最上位がその2桁シリーズ、キャノン2桁シリーズって言われてますけど、が、あの時までが、その、50D がまでだったんで、60D になったらプラスチックボディになっちゃいます。まあどうなんでしょうね。その堅牢性から言えば金属性、機動性から言えばプラスチック製でしょうけど、僕はあの触った感じとか所有満足度を考えると金属性が好きかな。まあそこはあの好みでしょうけどね。そんな感じです。今日の動画ね、結構ね、むちゃくちゃあのしんどいっていうか、時間をかけた割にはあっさりした動画に仕上がってしまったのかな。そんな感じなんですけど、どうでしょうかね。そのちょっと余裕があったら両方揃えるのもいいでしょうし、まあ、あのそのスタイルに合わせてフルサイズを選ぶか、APS-C を選ぶかっていうのもありだと思います。そうですね、まあ、お金がある人はフルサイズでいくのに結局なってくるんですかね。ただあの望遠レンズ長いのを揃えるとフルサイズはものすごくお金がかかります。望遠レンズを手軽に使いたい人はサブ機として 50D ぐらいの安い APS-C 機を買うのもありかもしれません。そんな感じです。で次回の動画はどうしましょうかね。まあ、あの、カメラプレゼントとかもあるんですけど、ちょっとクラシックカメラを行くかもしれません。ちょっとミノルタ付いてます、最近。ミノルタのカメラ。こんなカメラもね、仕入れちゃったりしたんでね。ね、これはね、あの、303SI スーパーだったかな。これ380円でした。もうバカみたいに安くてちゃんと動くんでもう笑っちゃうんですけどね。まあそんなのもいろいろありまして、次回は多分あのクラシックカメラ行こうと思ってます。クラシックカメラもちょっと2つネタが転がってるんでどっちにしようか迷ってますけど、まあそんな感じです。で今日の動画ね、面白かった、役に立った、やってみようと思ったとか、いろんな人、ぜひぜひいいねボタンを押してください。あとチャンネル登録まだしてない人はすごい不定期で、間隔が空いた状態で、まあ、動画アップしてくるので、いつ動画アップしてくるか分かんないんで、ぜひチャンネル登録してみてください。そうですね、まあ次の目標は何人なのかな。まあとりあえず500人、目標だって別に増やすのが目標じゃなくて、僕の目標はどっちかっつったらフィルムカメラユーザーを増やすことが目標になってくるんですけど、まあ次回はフィルムカメラ行ってみようと思います。それではまた、いつになるか分かりませんけど、ちょっとインフルエンザが流行って医薬品輸送が非常に忙しくなっておりますんで、しんどい思いしてます。次はいつか分かりませんけど、また見てください。よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。次の動画またお待ちください。それでは。